行中の座席の移動はご遠慮ください。またお降りの際はバスが完全に停車してから席をお立ちください。バスの中を受けコロボン落とせ型のウイベーごとバスのトマイルエーダー式の川対性内ヴィラン、またお礼のバスねバスのトマティから式立ちるごとヨタサルごとお逃げさびら。はい、今日は塩菜です。塩菜の下処理と料理を作っていきます。スーパーで買ってきた時はこう下の部分を捨てます。塩菜っていうのはこう穴が開いてるの、穴が開いてるのがこの塩菜の特徴。まずこの大きな茎、ちっちゃな茎あるから大まかで結構ですよ。大きなところ同士をまとめてカットします。切り落として葉の部分と茎の部分、茎の部分は大まかこう割いていきます。このぐらいだったらまだセーフではない、こっちの方に。このぐらいだったら大丈夫。分類していきます。はい、これがそのまま食べる葉の部分。茎の部分はビール瓶とか一升瓶、最近もこういうのがないからこのフライパンとかでこう叩いていきます。繊維を叩くってやつですね。もう全部ぺったんこう。怒ってる時にはあまりこういう料理は作らないことをおすすめします。はい、じゃあ叩き潰したのは細かめにできます。だいたい2センチぐらいでいいと思います。またちっちゃなお子様やお年寄りがいるところはもっと細かく刻んでください。はい、じゃあ木の方を湯がいていきます。塩を少し入れて、先ほど切った、これ硬いから食べられないんですよ。絶対動かないといけないです。青青となっていったけど、ほんの気持ちだけあれば重曹をほんの少しだけ入れてください。これで柔らかくなるまで少し炊きます。これは牛肉です。お肉も牛肉を入れます。牛肉は塩麹を入れて1時間練り込んでます。塩麹を入れるとお肉が柔らかくなるので、大きいのからつまんで柔らかくなったらそのまま放置すると変色しますから、さっと冷水をかけて絞っておいておきます。水気をしっかり絞った塩菜に塩麹につけた牛肉、これ安い牛肉でも塩麹につけると柔らかくなります。ここで塩、塩は最初は少し最初に入れて、そうですね、これで醤油は少々、これでオイスターソース、オイスターソースを入れます。ここで味を確認します。ちょっとだけごま油、ちょっとだけごま油、もう中華炒めですからごま油の香りとかつけた方が喜ばれると思います。盛り付けしていきましょう。はい、皆さんこんにちは。と味の見届け人としてヤフトさんが味の見届け人を行います。塩菜ですね。塩菜は食べるのは長年食べてないもんということで、まず塩菜からどうぞ。はい、ご飯も用意してますね。はい、塩菜いただきます。うん、なんか食感がね、もう美味しいですもん。おじいちゃんおばあちゃんが今の若い人に教えたらいいんだけど、うん、なかなか教えてないような感じだから、そうですね、広まってない、うん、こんだけ美味しい葉野菜っていうのはね、美味しい葉野菜も本当にカリカリとして美味しい、カリカリね、ね、ご飯にも合いますよね。ビールのつもりも欲しいぐらいですね。そうですね、うん、まあ、すごい長く食べてない部位ですからね。懐かしい、ね、懐かしいですよね。今も食べるのたくさんあるから、そうです、ね、懐かしい味があるんですよ、まずね、こういう大きな野菜っていうのは時期的に、うん、今の時期、うん、こういう時期野菜、うん、今の時期どんどん食べてください、ね、はい、美味しいです。もう本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。四季の川大聖内ヴィラン、またお礼のバスね、バスのトマティから式立ちるごとヨタサルごとお逃げさびら。